話は壮大だ。ストリードの連携、雅市場、紛争解決機構などなどの機構が利益を無限に生産できるなら、ここは世界すべての負債をとりあえず支えることが可能。世界は無限の借金苦を前に、統制された形而上の機構に支配されたことになる。勝ったのなら、だ。勝ったとはどういう状態を言うのか、借金など踏み倒せばよい。というわけにいかない、のか。王の権威、王の印籠、それを背に作った、正義の結末。人間の理解など現実的じゃない、ので。結局は、結果、でしかわからない。今の結果、は、目の前にある。それは善か悪か。どれだけお金と権力があろうと不足するものはある。夢を追ったか、罪から逃げたか、世界、それ、は今はどこに。お金が必要。それは過去に悪魔が発明したものであっても、正義の行方